ウィーン工房のショールームウィーン工房は20世紀初め建築家ヨーゼフ・ホフマンとデザイナーコロマン・モーザーによって設立された工房である。ウィーン分離派に参加していたホフマンとモーザーが実業家フリッツ・ベルンドルファーの支援を受け1903年に設立。工房は初めホイミュール通りにあり後にノイシュティフト通りに移った。ここにショールームもあった。 住宅、インテリア、家具をはじめ、宝飾品からドレス、日用品、本の装丁など、生活全般に関わる様々な分野でデザインを行った。1914年、ベルンドルファーが財産を失い、経営を離れてアメリカに移ったため、有限会社組織になった。30年近い活動の間、ヨーロッパ各地やニューヨークにも、 視点を置いたが、第一次世界体制や世界恐慌の影響もあり、苦しい経営が続いた。1932年に出資者の夫をプリマベージが破産し、ウィーン工房も解散した。ウィリアム・モリスのアーツクラフツに影響を受けて、総合芸術、生活の芸術家を目指した。スコットランドのマッキントッシュや、後年のアールデコにも通じる、直線的、 企学的な装飾が特徴である。ウィーン工房のデザインは装飾を否定する建築家アドルフ・ロースから批判を受けた。バウハウス流の抽象的なモダンデザインが主流になると忘れられた存在になったが、1960年代移行再評価が進んでいる。プルカースドルフのサナトリウム。ありがとうございます。